こんにちは、粟田洋介です。ここ数年私の作風ってあんまり変わってないような気がするんですよね。でもそれは別に悪いことじゃないと思っています。ただ絵を描くときに、まあ描きながらそう思うときもあるんですけど、今までと違う描き方とか、今までと違う表現方法とか、自分の中ではいろいろと新しいことを試みています。なので一枚一枚は結構違う感じの絵になっていると思うんですが、ただ自分の作風っていうのが何か落ち着いてきたんじゃないかなと思っています。でもこの先バーって変わるかもしれないし、先のことはちょっとわかんないんですけど、結構以前は作風っていうのが著しく変わってきていました。で、この約20年の間に私の作風がかなり変わってきていて、その背景っていうか、そういったお話もしていきたいと思います。私は子供の時から見たものを見た通りに描くっていうのは得意だったんですが、子供らしい遊び心のある楽しい作品、そういった創造性のある作品を作る発想力、そういったものはものすごく乏しかったと思います。ただ絵を描いたりとか立体作品を作ったりとか、そういったことは全般的に好きでした。そして大学では美術を学んでいたんですが、その頃からリアルな写実的な作品、そういうものとは違う現代アートっていうのにすごく憧れて、そういうものが作りたいなっていう気持ちが芽生えていました。ただそういうのって結構難しいんですよね。写実的に絵を描くとか彫刻を作るとか、そういったことをやりつつも、もっと違う現代アートみたいのに強く惹かれていたんですが、なかなかそれを形にするっていうのは難しかったです。で、学生時代の後半に色のコンビネーションっていうものに目覚めました。色を表現する色々な色、普通では合わせないような色、そういったものをいかに面白く組み合わせて面白い作品にするか、そういう色への挑戦が始まりました。そしてその頃の私のアートの全てが色っていう感じでしたね。で、猫の絵っていうことなんですけど、私は猫の絵っていうのはあんまり描いてなくて、2002年に5匹のペットを一緒に描くっていう絵を頼まれたんですが、それを描くための習作っていうのが出てきました。ちょっと練習だしかきっかけなんですけど、こんな感じで形は写実的で、色だけがちょっと変わった感じにしています。もうこれはほんと描きかけなんですけど、こんな感じとか、これは黒猫なんですけど、こんな感じですね。で、犬も2匹組み合わせて配置を考えて、全体的な色とかを結構ワイルドな色を使って描いて、その作品の写真撮ったんですけど、ちょっと残念ながら見当たらないので、ちょっとお見せすることはできませんが、その絵はすごい喜んでいただいて、私もその出来栄えには満足しました。この頃私は自分で描いた絵を満足することがなかなかできなかったって感じで、ちょっと長いスランプに陥っていた時でした。そんなわけで長いスランプに陥っていたんですが、その頃は作品を見てくださる人たちはいたんですけど、アーティストの仲間っていうのは全然いませんでした。そして2004年のことなんですが、結構プロのアーティストの方々とお話しする機会ができて、親しい友達関係になることになったんですが、その頃からいつも私が今話しているような、自由に好きなように絵を描いたらいい、そういうマインドセットに切り替わりました。で、結構筆が進んで、1日に数枚の絵を仕上げるようになって、もう毎日絵を描いて、そのうち犬と猫のシリーズっていうのを描き始めます。がこんな感じですね。相変わらず色っていうのを意識して描いてるんですが、形ですね。さっきのような写実的な形プラス色じゃなくて、形を考えることもかなり工夫して、すごく自由に描けてると思います。これは犬なんですけど、犬の方が猫よりも面白く描けてたんじゃないかなって気がしています。まあ他にもいっぱい描いたんですが、まあこんな感じですね。さっきアーティストの人たちと仲良くなるようになったってお話をしたんですが、その頃知り合った人たちっていうのは、何でも自由に好きなように描いたらいいっていう感じのことを言ってくださったんですね。私はいつも絵なんて好きなように描けばいいって言ってるんですけど、この2004年の私のアーティストとしてのターニングポイントが来たのは、もうそれに尽きるんですよね。今まで自分の作品に満足できなかった理由っていうのが、ある人はこういう意見を言う、そしてある人はこういう意見を言う、それは作風にしろ、コンセプトにしろ、テクニックにしろ、いろいろなことですね。全ての人にとって正しい答えなんて一つもないんです。だから作風もいろんな作風があるけど、全ての人に好かれる作風なんて一つもなくて、
確かに多くの人から支持される無難な作品、セーフアートっていうのもあるんですけど、セーフアートが嫌いだっていう人もいらっしゃるし、そしたら個性的になればいいかっていうと、個性的になればなるほど好き嫌いが激しくなって嫌いだっていう人も多くなります。私がスランプに陥ってた時は、みんなからいいって言われる作品が作りたいと思っていました。そのくせ自分の個性を出さなければならない、誰も思いつかない変わった作品を作らなければならない、そういうことを考えてたんですが、そういう風になればなるほどみんなから好かれるはずがないんですよね。まあたくさんの答えがあって全部正しくて、でも誰かにとっては全部間違えてて、だとしたらどうすればいいかって言ったら、自分が好きなように書くしかないんですよね。というか書けばいいんですよね。そんな簡単なことなんです。さっきの犬と猫のシリーズ、あれを書いてた時は私は猫を飼っていませんでした。ただ犬は飼ったことあるし、友達の家に犬とか猫を飼ってて、で結構身近な存在ではありました。ただあの犬と猫のシリーズを書き終えてから、うちに一匹の猫がやってきました。それがきっかけで私の作品のあらゆるところに猫が登場するようになりました。猫の絵単体っていうよりも、猫が作品の一部に入ってるみたいな作品を多く書いていました。これは2005年に描いた鉛筆画なんですが、猫がいるのが見えるでしょうか。左端の真ん中の方、そこに猫の顔が描いてあるんですが、まあこれは人の顔を描いた絵とか猫を描いた絵とかそういう感じじゃないんですけど、なんか猫が出てるっていうのは猫が身近なものなので、自然に描いちゃったものなんじゃないかと思います。これもまたサイケデリックな鉛筆画なんですけど、左下に猫が描いてありますね。今の猫の作風ともちょっと違いますね。でこれは油彩画なんですけど、週末の猫っていう絵ですね。まあ猫を使ったこういう感じの絵ですね。目の丸いところがちょっとビって飛び出してるんですけど、これはちょっとピカソの真似をしています。これはインク画で、頭の中っていう絵なんですけど、まあ人の頭の中を描いていろんなことが起きていますが、ここにも猫が描いてあります。真ん中の人のサングラスみたいなところ、その中に一匹と、あとは右端の真ん中のあたりに2匹の猫がいます。これはボトルの中の夜という変なタイトルなんですが、猫と犬と人間と魚の絵が描いてありますね。これは墨汁と水彩絵の具で描いた絵なんですけど、仕事に出かける直前っていう作品です。私はネクタイをすることはほとんどないし、自画像ってわけじゃないんですけど、名刺のイメージとかプロフィールのところにイメージ写真みたいな感じ、そういう感じに使っていました。で、これはスイートモーメントっていう鉛筆画なんですけど、この頃よく人から電話がかかってきたり、人が家に遊びに来たりして、今何してるんだって言われて、今私はうちの猫とスイートモーメントを過ごしてるんだ、で、カッコだから邪魔するんじゃないみたいなジョークですね。それを絵にしたんですが、まあこの人間とかこの猫とかこの形のデザインとかを考えて描いていますね。この頃の多分絵は全部そうですね。これは2006年の油彩ですね。ちょっと猫が写っています。色合わせを結構意識して描いたりです。これは夏の脳みそっていう絵なんですが、この頃までずっとアメリカに住んでて、そこでの最後の個展を開いたんですが、その時の DM のデザインに使いました。左下の帽子の中に入っているのと、右の真ん中の方にいる猫ですね。この2匹はうちで飼ってた猫です。この猫たちはこの後も頻繁に絵の中に出てきます。この2007年のアクリル画なんですが、左上に2匹、本当は1匹なんですけど2匹の猫と、真ん中よりちょっと右の下の方にある茶色い猫ですね。この子たちはうちの猫に似せて描いています。これも2007年のアクリル画なんですけど、真ん中に赤い猫が出てきてますが、特にうちの猫ってわけではありません。これはインクとガッシュで描いたかじり頭っていう絵なんですけど、まあ左下の方に猫みたいなのが出てきていますね。猫の描き方っていうのも結構変わってきてると思います。でも猫の描き方が変わったっていうのも、他の人間とか動物とかそういうものの描き方も変わってきてると思います。これは疑問っていう絵なんですけど、これもインクとガッシュで描いたんですが、これも背景に猫が出てきています。左端の真ん中の方ですね。でこれは油彩画なんですが、右の真ん中のちょっと下ぐらいのところに茶色い猫が出てきています。まあうちの猫みたいなやつですね。これをあるイベントで出してた時に、見る人見る人可愛いって言ってくるんですよね。で何見てるのかと思ったら、この猫だけ見てるんですよ。そこで私は思ったんですけど、この頃私が描きたかったのは、なんかこういうシュールだったりサイケデリックだったりで、まああと色使いとかそういった感じの絵を描いてたんですが、多くの人の感想は、
この猫一匹が可愛いってことなんですよ。なのでふと思ったのが、猫単体の絵を描いてみようと思ったんです。そうすればより多くの人に楽しんでいただける絵が描けるのかなって。でもこういったシュールでサイケデリックな表現っていうのはまた別にしていきたいなと思って、その後もずっと描いています。で、これもインクとガッシュで描いた病気という作品なんですけど、左下の方に猫が出てきています。この茶色い猫よく出てきますよね。私の初めての猫がこういう茶色い猫で、もう考えなしに自然に描いちゃうって感じでした。今毛の長い猫が2匹いるんですけど、最近描く猫の絵っていうのは毛が長い猫が多いです。で、猫単体で描こうということで、これは2009年の作品なんですけど、牛猫っていう絵ですね。で、これも同じシリーズで、すごく難しい色合わせをして描いています。でもこういう絵を描いても色に反応してくれる人っていうのは結構少ないんですよね。でもその反応する人が少ないとか多いっていうのは大事な時もあるんですが、少ない人たちに喜んでいただける、それって大切だと思ってて、その少ない人たちにとっても自分たちを刺激してくれる数少ない作品の一つということにもなるので、自分が描きたいように描く、自分が好きなように描く、自分の個性を出すっていうのは大事なことだと思います。で、これはインクとガッシュで描いた作品なんですけど、この頃よくインクとガッシュって描いてましたね。どこに猫がいるかっていうと、一番下の真ん中よりもちょっと右側、ここに一匹猫が描いてあります。これはまあまあ大きい油彩画なんですけど、真ん中の上の方、ピンクのチェックと赤の水玉のところ、ここに茶色い猫が描いてあります。今と作風が全然違いますよね。これもインクとガッシュで描いた電車でプロレスごっこっていう絵なんですけど、猫っていうか網棚に猫の形のバッグが出ています。猫単体の作品っていうのちょっと変えてたんですけど、まだこの頃は少なかったですね。同じ猫が出てくる作品でもモチーフっていうこと以外に作家が表現したいっていうことがその時によっていろいろ変わって出てくるんだと思います。どういうふうに猫を描くっていうのは、そのアーティストが表現したいことのほんの一部ではあるんですけど、作風が変わるごとに猫の描き方とか少しずつ変わってきていますね。2010年も私はたくさん絵を描いたんですが、猫の絵って言って探すとあんまり見つからなくて、猫が出てくる絵もたくさん描いたんでしょうけど、ちょっとあんまり画像が見つからなくて、まあこれは白黒のアクリル画なんですが、猫がたくさん出てきています。でもこの作品をご覧になって猫がメインで描いてあると思う方は少ないと思うんですが、まあ猫が描いてあるっていうこと以外の方が表現としては力を入れて描いてあります。これはお化けの婚約者という油彩画なんですが、お化けの下の方、右下ですね、黒猫が出てきています。この黒猫はいてもいなくてもいいんでしょうけど、私は猫が好きなので自然とこういう風に描いてしまうんですね。で、これは黒猫っていう絵で、この人物と猫両方主役って感じですね。で、2011年もたくさん作品描いてるんですが、猫単体の絵ですね。これは色鉛筆で描きました。さっきの2004年の時みたいに、どう面白く猫を描こうみたいな、そういうことを考えて描いたんじゃないかと思います。これも同じ時期に描いたものなんですが、さっきのよりもちょっと形が整っていますね。で、これも黒猫が出てきてるんですが、形とか色のバランスとか、それがメインで描いたって感じです。で、これは猫の飼い主っていう油彩画なんですけど、まあ人物と猫が両方主役みたいな絵ですね。そういう感じでいろいろな意図で猫を描いてきてるんですが、私みたいな見たものを見たままに描くっていうタイプの人が形を崩してデザインする、そういう感じで描くのってちょっと新しい挑戦になるんですよね。2004年に絵なんて好きなように描けばいいという感じで吹っ切れて、好きなように描いたって言ったんですが、その前に私は何年もかけて人物とか動物とかそういったものを描く練習っていうか研究っていうかずっとやってきて、だから形崩して描くって私みたいなタイプだと結構難しいんですよね。でも大事なのは、最初の時期うまくいかないと思って描いた絵でも誰かが見たらすごい面白いかもしれないし、自分とか何人かの周りの人たちの意見だけでこれじゃダメとかって決めるんじゃなくて、ダメだと思っても多くの人に見てもらうっていうのは大事なことなんじゃないかと思います。
まだ未完成な作風だったとしても、その未完成の中での良さっていうのを見つけてくれる人っていうのがいて、その良さっていうことに気づくっていうことの方がダメなことを直していく以上に大切だったりすることもあるんじゃないかと思います。その後も私はたくさん絵を描き続けて今日に至ってるんですが、まだ誰にも見せたことがないっていう絵もたくさんあって、特にスケッチブックっていうのはたくさんあって、これもその中の一部にしか過ぎないんですが、この中に猫の絵っていうのは一つのスケッチブックに何枚かしかなくて、ほんの数枚だけ選んで見ていただこうと思います。ちょっとこれは DM かなんかに使ったことがある2015年頃の作品です。この猫の形とか、この単色の組み合わせみたいの、あとはこのボールペンで描いたんですけど、ボールペンの使い方とか、なんかそういうものを駆使して描きました。多分これも同じ時期に描いたと思うんですけど、これはハロウィンの時に描いた絵です。ちょっと季節のシリーズですね。で、季節といえば、エイプリルフール、2019年の猫の絵ですね。なんかボールペンと色鉛筆で描いてあります。猫じゃないけど、イノシシです。イノシシ年ですね、この時は。クリスマスもイノシシです。で、これちょっと前の2017年7月1日はカナダの日です。で、4日後、7月4日はアメリカの独立記念日ですね。この2匹はうちの猫たちです。これとかあんまり今描かないような表現ですね。なんかこれはいつ頃だったんだろう ?2015 年頃ですかね。カラーの筆ペンとインクで描いてあります。これも筆ペンで描きました。猫の形っていうのにこだわって描いたんですが、さっきのもう一個のやつを缶バッジにしたんですけど、結構こういう絵って売れ残っちゃって、猫の絵っていうと猫らしい絵とか、色も紫の猫とかグリーンの猫っていうよりも茶色とかグレーとか白とか黒とか、まあ形が崩れていてもちょっと現実味のある、そういった作品の方が多くの人に好まれるっていうことがだんだん分かってきたので、だんだんそういう風になってきています。なんか絵って描いてるうちに自分でいろいろ発見して、そういうところが楽しいと私は思います。まあどういう風な絵の描き方を楽しむかとか、そういうの一人一人違くていいと思うし、絵なんて好きなように描けばいいんだと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。